はい、こんにちは。表の日常です。今回はこの品種を紹介したいと思います。新青蓮ですね。表界ではだいぶ代表的な品種になっていて、ラシャ系という一番小さい、系統に属するんですが、ラシャ系の中でも大型種っていって、大きい、ラシャ系の中では一番大きい、大きさになってますね。で、まあ、昭和の20年ぐらいに登録されていて、その時に新青蓮っていう名前で登録されたんですけど、その前は国宝蓮っていう名前で通っていた木ですね。で、実物用意しましたんですけど、こんな感じの木です。大きいですよね。手と比べても結構あると思います。で、この木の特徴といえばですね、まあ葉芸としては、まあ、ガシっていうのは、まあ、ガシっていうこの黄色く線引いたような葉っぱですね。はい。で、これがこの木はまだちょっと葉芸が若いって言って、ちょっとまだ葉芸がまだできてないんですけど、まあ、多分紹介、最初に出した木は、まあ、結構黄色くなっていると思います。で、黄色くなるとより葉っぱが葉芸によって、葉芸っていうのはやっぱりこう積み重なってできる色なので、葉っぱがすごい厚くなってると思います。で、特徴がもう一つあって、まあ、ちょっとこの木はまだよく出てないんですが、この葉っぱですかね、見ていただけると、こう葉っぱの中央から一気にグッと折り下がってるのが分かりますかね。中央からグッと。でですね、本当はもっと90度近くなるんですね。一気にここら辺までキュッと折り下げることが多いです。で、折り下げてるところの特徴ですね、映せるかなって感じなんですけど、この葉っぱの裏、お、映った。葉っぱの裏が茶色くなってるのが分かりますでしょうか。ここですね。折り下げるとですね、葉っぱの裏が茶色いミシミシっと入るんですね。これが結構折り下げをした特徴って言っていいんじゃないでしょうかね。はい。で、若い頃からは結構最初は黄緑な感じの葉っぱで、根性はそんなに強くないといった感じですかね。黄緑色の葉っぱに、まあ、徐々にこういう黄色い葉芸が出てきて、最終的にはこの青い部分も黄色くなるっていうことですね。で、こういうこの木自体は型としてはもう新青蓮の型っていう感じでできてるんで、この木が全部葉芸で真っ黄色、真っ白になると考えてくれれば分かりやすいかなと思います。そんな感じですかね。で、特徴じゃない、性質としてはめちゃくちゃ丈夫で、特に火に強いなと思ってます。なんで結構火に当たるところに置いてあげていいと思います。それで肥料をちょっと多めにあげて調節してあげるといいと思います。火を強く当てるのと肥料でこうバランスをとってあげると、葉焼けとかがちょっと起きにくかったりするので、で、火をよくとってあげると葉芸が強く出ることが多いです。で、火を取ると首っていうとここですね、この首も太くなってずしっとした印象になるので、そういう風に作ってもらえればいいかなと思います。で、苗だと数千円で買えるような木なので、まず初心者に作ってほしい一本だと思います。初心者の方はまずこの木を買ってもらって、この木を基準に結構日とかを見てあげて、お元に慣れていければいいのかなと思います。代表的な木なのでね、まず1本といったところで皆さん買ってみてください。はい、今回の動画はこれでおしまいになります。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。